はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、朝日の、ビタープレミア。これも、あれだな。限定醸造です。コンビニで買いました。厳選した4種類のホップ、一手間かけた二段添加。華やかな香りとうまい苦味が特徴のプレミアムビールです。アルコール度数6%。原材料が、麦芽とホップです。麦芽100%ビールですね。それでは、飲んでいきたいと思います。トマトプリッツ。買ってきました。なんかでかいやつしかなかった。ちっちゃい普通のやつがなくて、仕方ないんで。これなんだろう。まあいいや。それじゃ乾杯。これうまい。ビタープレミア。あ、これうまいな。あら。あ、これうまい。甘さもあるし、苦さもあるし、コクもある。トマトプリッツ。うまい。うまいね、これ。ビタープレミアム。あ、これうめえな。あ、これうまいわ。コクもあるし、香りもあるし、苦味もあるし。甘さもある。完璧すぎないか。なんかあれに似てる。あれ、通常のビールと値段が変わらないのでコスパはいいと思いますって。嘘。コンビニで、だいたいコンビニに売ってるやつって230円ぐらいしないか。220円ぐらいしたかな。普通にスーパーで買えば200、あ、じゃあ180円ぐらいで買える。ねえ。あ、ファミリーマートなんだ、これ。なんだっけ、あれに似てる。なんだっけ。めっちゃうまいやつ。俺が前、昔く飲んだやつで。めっちゃうまかった。ブラウマイスターに似てる。非常に。
217円だって、これ。うん。ビールに対して本格感、品質、くつろぎなどを求める50歳以上の大人世代をターゲットに開発。バックが 100% のプレミアムビールだそうです。うん。これうまい。スーパードライヨか。甘さが感じられるね。これは。ビターとかって名乗ってるけど。ここまで苦いか。そこまで苦くない。最近発売されたみたいですね。最近でもねえのか。うひぃ。まあ、スーパードライか苦いか。これ美味しい。美味しい。いや、にしても暑いですね。今日も。昨日よく暑くないな。新潟は。なんか、関西の方は、今日は暑いらしいですけどね。プリッツ、あれだな。うまいのはいいんだけど、量が少ない。で、これね、これが9袋入りで、230円ぐらいだったかな。1袋 16g だから、全部で 144g。か。144g。で、どんぐらいなの？どんぐらいなの？まあ、ポテチが 60g だろ、大体。これ売ってねえんだよ、このプリッツ。意味わからんだろ。なぜかトマトプリッツって売ってねえんですよ。なかなか。このね、トマトプリッツってやっぱ、一段階ね、なんか、上のね、プレミア感のやつなんだね。やっぱ100円では売ってないらしいです。100円で売ってるのはサラダとローストとスーパーバターっていうやつですね。らしいんです。で、多分トマトプリッってのは、まあ、一段階それをか。びっくりするな。まあ、一段階ね、上のパターンなわけです。
多分ね。でも俺、プリッツはね、どれも食ったことないね。サラダ味は食ったことあるけど、だいぶ昔だな。それ以外食ったことないよ。サラダ、ロースト、スーパーバター、トマトプリッツ。俺、プリッツよか、ポッキーの方がね、食ったことありますね。あ、チーザとか、クラッツとか。あー、でも、クラッツの方がうまいんちゃうか。同じ値段だった。クラッツとかで100円で売ってますよね。少なくともチーザーかをクラッツだね。俺は。チーザーはね、これひどいんですよ。何がひどいって、いいですか？まるでチーズをカリカリに焼いたようなチーザー。濃厚おつまみスナックとか書いてあるじゃん。まるでチーズをカリカリに焼いたようなって、お前。それだったらお前、ねえ。そんまチーズ買うわ。アホって。言いたくなるでしょ。しかも値段100円でさ、ほら、ベビーチーズ買うわ。アホだろ。なんでわざわざチーズを求めるために、チーズのパクリ商品を買わなきゃいけないんだって。もっとさ、チーズをさ、ね、まあ、チーズマニアの人だったら絶対チーズの方買うわ。俺ちなみにチーズマニア。マニアってほどマニアでもないけど、チーズ大好きです。まあ主に、ベビーチーズ。100円ぐらいの。100円では買えないか。120円ぐらいか。まあ、だから結局これは、チーズ味の、プルッツェル。まあ、こうカリカリのやつですね。でもクラッツですよ、やっぱり。クラッツうまいよな。うん、でさ、このクラッツのさ、何グラム入ってるか書いてないんだけど。クラッツ。44グラム。でもクラッツは100円ショップにも売ってますからね。うん。てかむしろ100円ショップに実はダイソーだったかな。にね、クラッツのパクリ商品が売ってるんですよ。でね、それがね、またうまいんですよ。うん。クラッツの、この、なんかこう、分厚いそのさ、クラッツと同じ形のプルッツェルのパクリ商品が売ってるんですけど、あれも普通にうまいんですよ。で、量がね、まあ、クラッツが多いんで、まあ、うん。全く問題ないうまさ。なんで、ぜひ、おすすめです、ね。どれだったかな？まあ、基本的にね、うん。多分結構見かけると思う。ダイソーかな。俺、個人的に結構、つまみは量食うんで、うん。パクリ。パクリでググって、クラッツパクリでググってみると、多分出てくるんですよ。出ねえか。
あれうめえんだよ。やべえ、食いたくなってきた。今度あれ買ってこよう。パクリ商品買ってこよう。ついでにクラッツも買ってくるか。ああ、でも、トマトプリッツはさ、割と柔らかいんだよね。クラッツに比べると。クラッツ非常に硬いんですよ。それがまたいいんですけど。うん、これね、プリッツはね、うん、柔らかい。別に柔らかいってほど柔らかくもないんだけど、そこまで硬くないんだよね。うん、で、個人的にやっぱりクラッツとかの、あのプルッテルタイプのやつはやっぱチーズ味ですね。うん、チーズ味が、うまい。絶対的にうまい。うわ、食いたくなってきた。めっちゃ食いたくなってきた。やべえ。あのね、クラッツのパクリはね、なんか、外国の、ぽいやつですね。外国産っぽいやつ。実際、多分外国産なんじゃない？うん。プリュッツェルだ。プレッツェルか。プレッツェル。あ、あった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 。あれ。多分結構見たことある人いるんじゃないか。スニーダーズ。読めないんだよ。スナイダーズのプルッツェル、プレッツェル、各種。これうまいぜ。これ。これって言ってもわからん。ちょっと待って。あんまり、パソコン画面映したくないな。いいや。スナイダーズって。SNYDERS。もう完全にあれですね。外国ですね。外国のやつです。スナイダーズ。これがうまいんだ。本当に。うん。結構種類もあるし、これうまいぜ。スナイダーズの。辛いやつとかあるし。普通にね、見た目はまあほとんど、変わんないし。あの、クラッツと。これうまい。うん。これうまい。結構量入ってるしね。100円だし。どこに売ってたかな？ダイソーに売ってた気するけど。今もう売ってねえかな？こういうのだとやっぱり。業務用スーパーとかに売ってんのかな？あんま見たことない。うん。まあ、うん。スナイダーズのプレッツェルはプレッツェル。プレッツェル。プレッツェルはめっちゃうまいですよ。いや。クラッツには負けると思うけど。うん。クラッツの方がうまいと思うけど、ただクラッツは量が少ないんだよな。だから、どっちを取るかなんですよ。結局。うん。それですね。結局。スナイダーズ。あー、あったあったあった、めっちゃある。ね、1909年創業、ドイツ系移民の家族が立ち上げた小さな工場で、工場で生産されたプレッツェルは、
今や米国市場で4割のシェアを占め、米国プレッツェル市場ではダントツナンバーワンブランド、スナイダーズ。チェダーチーズ味。チェダーチーズ味が、なんかすげえでけえやつなんだけど。容量が 283g。で、525円。安い。クリーミーカラメル。ハニーマスタードオニオン。シーソルトペッパー。チーズバーガー。ハラペーニョ。の4種類があるみたいですね。これうまいよな。小さいその袋のやつは100円のやつは 56.6g。さっき言ったクラッツが40何グラムだったから。やっぱ多いですね、こっちの方が。うん。まあ、多いです。うん。まあ、ということで。このビタープレミアム。まあ、一層シャンテか。うん、一層シャンテですね。これうまい。ただもう期間限定なんで、まあ、うん。うんって感じかな。ということでご視聴ありがとうございました。